仙台城本丸から見た東北大学病院。写真中央の高いビルが西病棟及び東病棟の連結ビル。その手前に左から医学部1号館、2号館、3号館が並ぶ。北東側から見た東病棟、西病棟、免震構造のため東北地方太平洋沖地震による被害を受けなかった外来棟。 東北大学病院は宮城県仙台市青葉区清涼町に所在する総合病院であり、国立大学法人東北大学に付属する大学病院である。日本の大学病院の中では最も長い190年を超える歴史を持つ厚生労働省より国際水準の臨床研究等の中心的役割を担う国内の中核病院として、 臨床研究中核病院に指定されている。1736年11月1日に設置された仙台藩藩校、明倫ーン妖賢道が1760年7月から医学教育を開始していた。1817年に養賢堂から医学教育部門が分離、独立して仙台藩医学校が設置された際、同時に病院部門の制約書も設置された。 これが解消、回送を繰り返しながら、現在の東北大学病院へとつながっている。1996年、新旧を扱う漢方外来が国立大として初めて設置された。漢方薬自体は各家で以前から処方していたものの、漢方外来は明治以来の復活である。現在の東北大学病院の直前の前身は、東北大学の医学部、私学部、 カレー医学研究所の各付属病院であり、これらが大学直轄機関に統合、改装して設置された。医療法上の名称は2007年1月に、東北大学医学部付属病院から、東北大学病院へと改められた。清涼キャンパス。最も高い建物他が、東北大学病院2014年の患者数は、いかが以下外来575,657名。 歯科外来155,603名、以下入院379,536名、歯科入院1,908。外来患者は毎年増加傾向であるが、入院患者はベッド数に限りがあるのでほぼ横ばいとなっている。1日あたり、平均外来患者数1日あたり、平均入院患者数2008年度の入院患者の人人数は18,639人だった。 うち、仙台市居住者は九千四百九十一人で、全体の五十点九パーセントであり、約半数の入院患者は、仙台市外から来ていた。また、宮城県居住者は一万六千三百八十六人で、全体の八十七点九パーセント、宮城県以外の居住者は二二千百五十三人で、全体の十二点一パーセントであった。仙台市都心部西北の地にあり、 正門は大学病院前交差点に面し、旧県立宮城病院正門は、木町通り一丁目交差点の北西角にある。アクセスには、仙台市 A バスの主要ターミナルの一つで、バス駐車場や案内所が併設されている、交通局東北大学病院前バス停が、最も多くのバス系統を集散しており便利である。周辺の民間駐車場の相場は200円、時間程度、なお、 仙台市電が運行していた時期には大学病院前駅が最寄りの電停だった。当院の周辺には、さらに開業医による個人病院や調剤薬局も散在している。関連病院は宮城県を中心に東日本に121ある。また仙台市の仮想場は東北大学病院の北にある対岸寺の北隣にあったが1972年に仙台市、 クズオカボエに移転した。ありがとうございます。